私が試乗しているのはヤマハが発売したばかりのニューモデル YZF-R25 です。ライバル車種をしのぐ最高出力と本格的な作りの豪華な装備群を誇っており、このクラス同カテゴリーの新たなベンチマークになるかもしれない車両ということで、多くの方が期待しているんじゃないでしょうか。搭載しているエンジンは水冷4ストローク4バルブ DOHC のパラレルツインエンジン、ボアストロークは 60mm×44.1mm、 その2気筒ということで排気量は 249cc となっています。最高出力は36馬力、最大トルクは 23Nm ということで、それぞれの発生回転数は12000回転と1万回転となっています。またクランクの位相角度は高回転に有利な180度クランクとなっています。次に車体、メインフレームはスチール製のダイヤモンドフレームを採用しています。エンジンを積極的に強度メンバーとして使用する構造となっており、剛性感あふれるフィーリングがこのフレーム車体の大きな特徴だと思われます。次に前後足回りですが、フロントは 41mm 径のインナーチューブを持つ整列式のテレスコピックフロントフォーク、リアはホイールベースに対して 41% もの長さを誇るロングスイングアームとリンクを持たないモノクロス式のショックアブソーバーの組み合わせとなっています。そして前後ブレーキですが、フロントはフローティングタイプのシングルディスクブレーキ、キャリパーは片押しピンスライド方式の2ポットキャリパーを採用しています。一方リアもシングルディスクブレーキとなっていて、こちらも片押しピンスライド方式のシングルポットキャリパーを採用しています。ホイール径は前後ともに17インチ、フロントタイヤの幅は 110mm、 リアタイヤの幅は 140mm となっていて、扁平率はそれぞれ70となっています。それでは早速乗り味なんですが、レッドゾーンが14000回転から始まるという高回転型のエンジンになっているんですが、その割にはかなり低い回転数から実用的なトルクを発生するキャラクターのようで、例えば5000回転に満たないような領域であってもトルクが強く、市街地走行もとても楽しいというのが第一印象です。またその5000回転から7000回転ぐらいまでですかね、この高回転型のエンジンではかなりよく使う回転域なんですが、スポーツバイクらしいトルクの盛り上がり、パワーの盛り上がりがあって、日々バイクに乗るということを楽しくさせてくれる大きな特徴になっているのではないかと思います。それでは早速少しエンジンを回してみたいと思います。今ギアは6速でエンジンの回転数は5000回転ちょっとという感じなんですが、速度の方はだいたい80キロぐらい、この状態から1段ずつギアを落としていってみたいと思います。はい、5速、4速、はい、4速ですと、速度はだいたい80キロぐらいでエンジンの回転数は、8000回転ぐらいですかね、これぐらいまで上がります。まだ右手の方には相当余裕があるので、もう1速落としてみたいと思います。はい、今3速ですね、3速だとエンジンの回転数はちょうど1万回転、速度の方は90キロ弱という感じなんですが、これぐらいの回転数になるとおよそ2気筒エンジンとは思えないぐらい密度の濃いトルク、パワー感を提供してくれて、4気筒エンジンに近いような、そんな乗り味になっていると思います。そしてショートマフラーから吐き出される排気音、聞こえるでしょうか。この音質もやはり4気筒にちょっと近いような、そんな刺激的な排気音になっています。もう1速だけ落としてみます。今2速ですね。2速だとだいたい90キロでエンジンの回転数は13000回転、今カメラでも捉えていると思いますけれども、このメーターパネルにはシフトタイミングインジケーターがあって、これぐらいの回転域になるともうそろそろシフトアップしてくださいねということで知らせてくれるようになっています。このあたりも、なんというかレーシーな雰囲気があって、かなり楽しめるスポーツバイクに仕上がっていると思います。はい、レブリミットの方は14000回転ちょうどで効くようですね。はい、今元の6速に戻しました。そして高速道路での乗り心地なんですが、
フロントフォークのストロークは130mm、リアサスペンションのホイールトラベルは 125mm ということなんですが、前後のサスペンション、かなりスポーツバイクとしてはよく動く方だと思います。日常でのライディングを考えると、あまり硬い前後のサスペンションを採用しているよりは、これぐらいよく動くサスペンションの方が多くのライダーにとってはメリットがあるのではないかと思います。そして高速道路上におけるハンドリングですが、キャスター角に関して言うと、ライバル他社と比較しても最も立っている25度という角度なわけですが、トレール量は 95mm ということで、直進安定性は優れていて、高速道路も落ち着いてのんびり走ることもできますし、少々クイックな車線変更をしたとしてもライダーの意思に遅れることなく忠実にレスポンスするハンドリングとなっているようです。またライディングポジションもハンドルバーが少し上にあるという関係もあって、ロングツーリングにも十分適合するライディングポジション、そしてハンドリングになっていると思います。この YZF-R25、 街中の走行も高速道路の走行もかなり器用にこなすバイクだという印象です。はい、ヤマハ YZF-R25 でワインディングを走り始めました。まず高速道路でコメントできなかった部分の補足ですが、バイクを眺めていてもあからさまなコストダウンの跡というのがあまり見受けられず、こういった各部のクオリティの高さ、質感の高さもこの YZF-R25 の大きな魅力の一つなのではないかと思います。それでは早速ワインディングでの乗り味なんですが、なんというか走りに凝縮感がある車体だと思います。こういった感触というのは、例えば 1000cc クラスのスーパースポーツで車体はアルミフレームで剛性もしっかりしていて、さらにマスの集中も進んでいるというバイクでよく感じることができるわけですが、 250cc クラスで感じるというのは稀なことではないかと思います。エンジンはやはり5000回転以下ぐらいの低回転域では、いわゆる2気筒エンジンらしい力強さがあって、5000回転以上になるとどこか直列4気筒エンジンのような盛り上がりがあって、実際のパワーもそれぐらいの回転域からかなりドラマチックに立ち上がってくるようなキャラクターになっていると思います。まあ、そういった意味では2気筒的な扱いやすさと4気筒的なスポーツ性を併せ持ったモデルということができるかもしれません。そして最高出力に関して言えば、やはりライバル車種たちよりもかなり強力だなというのが、こういった狭いワインディングを走るとよくわかります。これが仮にもっと大きな排気量の車種であったりすると、数馬力の差というのはなかなかわからないわけですが、30馬力台のモデルの中においては、やはり6馬力前後の差というのは無視できないものだと思います。まあ、あくまでもスペックシート上の比較ではありますが、ABS なしの仕様での比較ということであれば、この YZF-R25 は166キロの車重ですから、ホンダの CBR250R よりも5キロだけ重いと、また忍者250と比較すると6キロ軽いということになります。こうしたライバル車種たちと互角の車重に対して、パワーは6馬力前後も多いわけで、車重に対するパワーという面においてもこの YZF-R25 は1枚上手という感じはします。そしてまたトランスミッションに関して言うと、どちらかというとこういったワインディングを走るときはシフトアップよりもシフトダウンが難しいと感じる方が多いと思うんですが、この YZF-R25 の6速ミッションはどのギアにおいてもシフトダウンが気持ちよく決まって、こういう面においてもやはりスポーティーなバイクだなと感じられます。そしてハンドリングですが、これはもういわゆるヤマハハンドリングと言っても差し支えないもので、フロントの安心感が絶大ですね。このクラスにしてはかなり太いインナーチューブを持つテレスコピックフロントフォークが装備されているということもあるんでしょうけれども、サスペンションのストロークの奥の方でもかなりしなやかにサスペンションが動いているという感触があって、コーナーに差し掛かって車体を倒した時の前輪から感じ取れる強い接地感、これがライダーに何とも言えない安心感をもたらしてくれていると思います。またリアサスペンションに関して言うと、リンクを持たないフリーロードの調整のみが可能なシンプルなショックアブソーバーが装備されているわけですが、路面の大小さまざまなギャップをこのリアのスイングアームが相当うまく吸収してくれているという感じで、また
このスイングアームが長いことによってこのショックアブソーバー自体もかなり楽ができているという印象があって、まあ、いずれにしてもこの前後のサスペンションロードホールディングと乗り心地の良さはこの排気量トップクラスなのではないかと思います。そして次に前後ブレーキですが、フロントのレバーのタッチというのは硬すぎず柔らかすぎずライダーの入力に忠実に反応するタイプという感じで、またこのブレーキを強くかけた時のフロントフォークの入り方とのバランスもとてもよく、荷重がうまくこのフロントフォークに乗っかって、そしてタイヤを強く地面に押し付けるという感触が得られて、もっと排気量が大きなスーパースポーツの感覚ともよく似ていて、このブレーキそしてサスペンションの組み合わせは1クラスも2クラスも上だと思います。こういったスポーティーなモデルではなかなか効かないリアブレーキというのもあるんですが、この YZF-R25 のリアブレーキというのはちゃんと効きます。かなり強くリアブレーキを踏んでもそう簡単にはロックしないようで、このあたりも頼りになるリアブレーキだと思います。こういったスポーティーな外観を持つバイクでは U ターンなどが苦手という車種が多いわけですが、まあ、例えばエンジン低速域から十分なトルクがありますし、リアブレーキもコントロール性に優れている、さらにはクラッチレバーもとても軽いという、まあ、こういった要素があって U ターンなどもかなりやりやすくなっているということで、スポーティーな走行だけではなく日常の走行にも十分配慮しているモデルであるということがよくわかります。今日常用途の話が出ましたが、そういった通常の走行においてもこの YZF-R25 の装備群というのはかなり使いやすくできているのではないかと思います。例えばメーターパネル、大型のアナログのタコメーターとデジタルのスピードメーターの組み合わせとなっているわけですが、この液晶部分にはギアポジションインジケーターや時計、燃料計、水温計、2モードのトリップメーター、さらには燃費計までも装備されているということで、まあ、こういったメーターパネル一つとっても必要なものが一通り揃っているというのは毎日のライディングを楽しくする上で大切な要素だと思います。気になるポイント、この価格を考えればほぼないと言ってもいいんですが、強いて言うならば燃料タンクは樹脂製のタンクカバーとも言うべきもので覆われていて、マグネット式のタンクバッグはちょっと使えないだろうなという感じがします。ツーリングなどでこの R25 を楽しもうと考えている方、また通勤通学などでこの R25 に乗ろうと考えている方にとっては、やはり荷物を積載するための一工夫が欲しかったかなという印象です。ということで今日はヤマハが発売したばかりの新型ロードスポーツモデル YZF-R25 に試乗してきました。価格は税引きで51万5000円ということになっています。ライバル車種を大きく上回る最高出力と本格的な作りの豪華な装備群、さらには各部の質感の高さ、こういったものを考えた場合、デザインの好き嫌いやメーカーに対するこだわりなどというものを除けば、やはり価格、性能面、そして品質面においてこの YZF-R25 がこのクラス、このカテゴリーの今後の新たなベンチマークとなっていくのではないかと思います。そう感じるぐらいこの YZF-R25 実によくできたバイクだと感じました。